はい、どうも皆さん、こんにちは。なんとか調べた結果、はしごのね、取り付け、間違ってなかったんで、よかったかなと思います。でね、とりあえずは、はしごつけ終わってね、まあ、アップロード中ちょっと暇だったね。前面のなんかデコレートっていうのもね、貼ったんですけど、まあ、ちょっと貼り方がね、ちょっと汚くなっちゃったんで、申し訳ないですけど。一応ね、4101号車に関してはね、元町中華街気にする都合上ね、まあ一応最後尾っぽいやつをね、貼っております。ちょっと汚いですよね、本当に。で、今回はね、運行番号を見ながら、まあとりあえずはね、急行元町中華街貼って、行きたいと思いますが、今、重量用急行って本当あんのかな？まあちょっとわかんないですけど。まあ、とりあえずは、こちらね、元町中華駅があるんですが、ちょっとね、貼っていきたいと思います。まあ、まだね、運行番号のみね、わかんないんで、微妙なところですね。まあ、とりあえずはね、前面の行き先等ね、貼っていきたいと思いますが、まあ、とりあえずはね、元町中華駅だけ貼って、今回はね、一旦、調べといて、保留にしたいと思います。そのね、ちょっとね、ここに、貼っていきたいと思います。ピンセットの方が良さそうだな。今日ね、ちょっとね、ピンセットで、貼っていきたいと思います。貼るのはね、多分俺はじ、あ、そっか、KO で一回やってるか。あれ？シールがどこ飛んでった。あった。というわけでね、まあ一応こんな感じでね、元町中華街だけ、貼りました。したらね、反対側にも、ついでに貼っていきたいと思いますけど、これか。いいか、タブレットじゃーん。よいしょ。ここにね、貼っていきたいと思います。こうの方が、ちょっとね、画面ちょっとね、向きね、変わってしまってちょっと申し訳ないですけど、こうの方がね、貼りやすいんでね、ちょっと申し訳ございません。ちょっとね、こんな感じで、貼ったら、ちょっとずれたな。大丈夫か。でも、こんな感じで、修正も終わったんでね、まあ、よしとしておきましょう。でこっちが4101号車から先頭車か。で、残り貼るシールが、優先席表示と号車番号に、乗務員室表記か。じゃあまずね、12万1号車とかからね、終わらせていきたいと思います。まずね、1号車が、残り優先席つけて、号車番号と行き先。で、乗務員室表記か。ちょっとね、じゃあまず少しずつね、切り出していきましょうかね。どこが乗務員室表記？これか、ちっちゃい。しかも白くて見えな。超見づらくなった。切り出すのにも一苦労かかるな。これ、こう取れた。ちょっとね、まあ切り出しちょっと下手くそだったんですけどね。本当にちっちゃいんでね、見づら、見えるかどうかわかんないですけど、ちょっと手汗すごくて申し訳ないですけど。これほんとちっちゃい感じのね、乗務室で書かれたのがね、ついております。で、これを貼っていきます。どの辺に貼りゃいいんだ？真ん中でいいか、めん、あ、そうだ。昨日の東急取ってきたときに、あー、でもそっか、乗務員扉取ったっけな。スマホ、ちょっとお待ちください。
だ、東急が届いてたからっつって、あれだ、ドアと、クーラーだけね、塗ってもいいように画像だけ押さえといたんだ、よかった。東急のグループは、あ、これか。東急は、おお、ちょうどありましたね。こんな感じですよね、乗務員室の場所は。大体あれか、手すりの横よりちょっと下か。となると、ちょっと下？下か。で、真ん中よりちょっと上か。この辺かな。そうね、一応に貼ってみたんですけど、まあ、真ん中よりちょっと上で、横の手すりよりちょっと下にしたんですけど、まあこの辺でいいですかね、一旦は。そしたら反対側も貼っていきましょうかね。一旦画像ここに、真ん中より、ちょっと画面横にしちゃってね、ちょっと申し訳ないですけど、真ん中よりちょっと上で、この辺かな。ちょうどいいな。真ん中よりちょっと上で、横の手すりよりちょっと下。まあ、この辺ですかね、多分。じゃあね、まあ、これもね。ちょっと色差ししたいですね。まあ、こういう風にちょっと手すりのところとかに若干黒っぽいんで、まあ、あとドアと、クーラーにもね、ちょっと、次回色入れていきたいと思います。次回でもね、多分絶対多分1週間後ぐらいかな。まあ、一応ね、このクーラーにもね、もう黒くしてあげましょうかね。できる範囲で。で、残ったのが、優先席表示と、号車番号ですね。号車番号はどの辺だ？おー、うわ、ギリギリ優先席見えねえな。車番とつらい、車番と横位置か。で、優先席は、それに合わせるぐらいかな、多分。一応ね、説明書にはね、ほぼほぼ並んでるようにはなってるんですけど、まあ、とりあえずはね、適当に合わせてみましょう。1号車、1号車、これか。ここだな。ちょっとスマホスタンドのちっちゃいのねえか。ねえか。まあいいや、しょうがない。じゃちょっとね、申し訳なくて、見づらくて申し訳ないですけど、ちょっと適当にまずね、真ん中ら辺に貼って、ちょっと後で修正しましょうかね。あ、ほぼこの辺じゃん。ちょっと、向き修正する。まあ、一応ね、真ん中寄りの、車番と、横合わせたつもりなんですが、まあ、ギリギリですかね。まあ、多めに見ましょう。で、ここに合わせるように優先席も貼ってと。
で、優先席も、号車番号とつら位置で合わせるように。修正してこのぐらいですかね、多分 ちょっと申し訳ないの、多分が多く、たらね、反対側もこっちはどうしようかな、適当にまず真ん中貼るか、そしたらね、説明書で、うん、もうちょい下か。多分ね、隣がね、東急のプレートのところ、多分この辺だろうと思います。あ、ちょっとカッターの擦り傷出ちゃったんですけど、まあ、そんな見にくいから大丈夫だ。テカるとわかるんですけどね。光の加減ではうっすら。まあ、傷見えねえか。大丈夫かな。多分ね、一旦ここにも、優先席貼って、こんな感じですかね、多分。まあ、そしたらね、残った9号車分はね、最終的に、一旦貼っときますんでね、一応貼り終わって、行き先番号表示もね、調べれたら、全面貼って、で、あと最後はね、側面も、ちょっとだけね、紹介して、色差しの方にね、ちょっと企画的に回したいと思います。なんかドア汚いな。あ、ちげ、なんかハゲてんな、ドア。汚れじゃねえぞ。あ、汚れか。よかった。落ちた、落ちた。とりあえずはね、号車貼る人はね、一応このぐらいをね、目安に、お願いいたします。まあ、一応こんな感じですかね。車番に合わせるように。まあ、俺にしては上出来ですかね。こっちはねえか。というわけでね、一旦この辺で、終わりにしたいと思います。ではまたね、何かの動画で、お会いしましょう。ありがとうございました。